ロックダウンで家にずっといれない人の話。ロックダウンで家にずっといれない人の話。ですね、まあ日本じゃないですけども、イタリアとかね、まあロックダウン状態になってますよね。要するに、絶対必要な人以外はですね、出歩いちゃいけないよと。食品もね、一日一回だけ買いに行っていいとか、そういう制限があって、要するに仕事もしない、学校も行っちゃダメ、食って寝るだけですね。はい。そういう、まあ、指示が出てですね、ロックダウンと、都市封鎖と言われてるもんですけども、にもかかわらず、なんか出かけちゃう若者がいたりとか、して問題になってましたよね。公園に行ってなんか喋ったりとか、はい。店や、レストランとか、店自体が閉まってるんでね、まあ、やってないんで、しょうがないから、公園行ってね、こう喋ったりとか、それじゃ意味がないわけですよね。人と会ってはいけないわけだから、人と接触しないようにして、その感染の拡大を防ぐと。もうね、かかってる人は重症化するとか軽症で終わるとかね、そういう道に入るんだけども、まだかかってない人に移さない、あるいは一旦治った人に移さないというね、そういう、まあ、戦略なんだけども、でもなんか理解してないのか、出ちゃう人がいるのね。都市封鎖だったらなんか抜け駆け的にね、こう公園とか行って、まあ携帯使いますからね、待ち合わせして喋ったりとかするんじゃないかな、友達と。それじゃあダメですよね。で、私はね、なんでロックダウンの指示が出てるのに出歩いてしまうんだろうと、そう考えてるわけですね。ずっと思ってるわけですね。ロックダウンっていうのはね、都市をこう停止させることが目的じゃなくて、人と人がね、こう接触しないことが、目的なんで、電車とかね、乗ったりね、あるいはそういう施設にこう一緒に入ったりとかね、密室に一緒にいたりとか、そういうのはダメなんだぞっていうことなんだけども、できないわけですね。なんでかなとずっと考えていたらですね、ロックダウンになると、こう家にずっとこもってることが求められるわけですよね。遊びにも行かない、仕事にも行かない、学校にも行かない、ずっと家にこもってると、それが求められるわけですね。たまに食品ぐらい買いに行きますけど、まあほとんど出ないと。だけどその状態っていうのは、普段ならあんまりいいイメージないですよね。要するに引きこもりみたいな、そういう扱いにされちゃうんで、あるいはニートとかね、そういう、まあ、ことが、こうネガティブなイメージがあるので、自分がその状態に陥ってしまうと嫌なんですよね。特に普段からアクティブな人はですね、こう家に何もしないで一日ね、ずっといるとか、休日に何もしないで一日家にずっといるとか、誰とも会わないで、しゃべらないで家にいるっていうのは嫌なんですね。嫌というのは、その体がね辛いとかじゃなくて、もうネガティブなイメージが刷り込まれちゃってるので、そういう生活はダメだぞみたいな、生活習慣としてね、ダメだぞと。例えば1日1回ぐらいは外出て誰かに喋んなきゃダメだぞみたいな、そういうことが刷り込まれてると。だから都市封鎖しても出歩いちゃうんだね。これは刷り込まれたイメージの問題というか、はい、長年ね、子供の頃からっていうことですよね。だから急には変えられないし、普段ね、仕事しないのは良くないっていうふうに言われといて、急に仕事するなっていうわけだからね。普段は学校を休むのは良くないぞって言われていて、急に学校に行くなですからね。ですからね、これはね、本当に難しい問題ですよね。本当に難しいと思います、これは。